下立二高前駅は、茨城県筑生市岡セリにある、猛火鉄道猛火線の駅である。通称は、二高前で、車内アナウンスや一部の運賃表なども、二高前で表記されている場合がある。短式ホーム一面一線を有する地上駅で、無人駅。ホームには、部分的に上屋がある。出入り口は南北に2カ所あり、 ホームとの間は共にスロープとなっているが、傾斜が急なため通常の車椅子では自力の乗降はできない。周囲に当駅への案内看板はなく、ホームの入り口にも路線や駅を示す表示がない。ホーム上の駅名表も並行する道路からは見えないため、外観からは駅名を確認しにくい。ホーム裏手を通る道路を挟み自転車置き場が設置されているが、 住宅地内に新設された駅であり、駅前広場や駐車場、トイレ等はない。2019年度の1日平均乗降客数は181人である。この少なさは、下立市街地が東駅南側に隣接しているため、当たり駅下立駅間の需要が小さいことや3車線が集まる下立駅までわずか 2.1km 程度の道のりであることが考えられる。 住宅地である。南側は駅開業以前からの佇まいであるが、北側は近年区画整理が行われ新しい住宅が立ち並んでいる。ありがとうございます。